相馬中村神社は、福島県相馬市中村に立地する神社。別名は、妙見中村神社だが、中村神社と省略されることもある。祭人は、雨のみ中主の神。相馬や馬追いの出陣式はここで行われる。相馬中村神社の起源は、相馬市の始祖である、平野正門が、上平玄関に、下佐国佐島郡に妙見者を建立したことに、始まると言われる。 相馬市の相馬軍下校に伴い混流された。戦国時代の16世紀後半には中村城が相馬市の北の居城となり、相馬盛次や相馬高種などが中村城主となった。1600年の関ヶ原の戦いの結果として、相馬市は改役されたが、1611年に丘陵への復帰を果たして中村藩を建てた。この時、 中村藩の初代藩主となった相馬義種が1611年に中村城内の南西に相馬市の守護者である妙権者を混流したのが現在の相馬中村神社の起源である。現在の社殿は寛永20年に中村藩二代藩主相馬義種により混流され国の重要文化財に指定されている。明治時代に入って廃物希釈により 本尊の妙見菩薩が廃棄され、相馬中村神社と改称した。また、中村城、本丸跡には、母親戦争後の1880年に建立された、相馬神社がある。宮寺は、初代、田代信森から始まって、代々田代家が世襲して29代を数える。かつては馬を飼育する旧舎も立地し、中には、馬子景員や、ミリオンディスクなど、元競走馬も、 複数つなぎをされていたが、2019年頃に、旧社は解体されており、現在は飼育は行っていない、重要文化財、ありがとうございます。